皆さんこんにちは、ハラウフラオ川井瑠奈です。今日はあるハンドモーションから次のハンドモーションへ流れるように手をつないでいく方法を説明したいと思います。きれいに手をつないでいくためにはハンドモーションを作るときにテクニックが必要になります。で、この図を使って説明していきたいと思います。ハンドモーションは、踊るときに、2拍のもの、4拍のもの、8拍のもの、こういう手が、おおよそこういう手で構成されていますよね。で、どの動きの時もそうなんですけど、最後の1拍は取っておきます。この赤丸をしたところが そこなんですね。で、例えば2拍の、手を使う時、実際ハンドモーション作るのはこの1拍目だけです。で、2拍目はもうやめてしまって次のハンドモーションへと移動させていくカウントになります。で、4拍目の場合、この場合でしたら実際ハンドモーション作るのは 1,2,3 拍です。で、最後の4拍目は次のハンドモーションへと移動させるカウントになります。で、8拍の場合、8拍の場合は 1,2,3,4,5,6,7 拍までで手の動きを作って、最後の8拍目は次の手移行するためのカウントとして取っておきます。このように手を最後まで作ってしまわない、最後の1拍は取っておいて次の手へ移動させるカウントだと覚えてください。では、この最後の1拍がどういう働きをするのかというのを具体的に説明すると、例えばここで場所の手を作ったとしますね。4拍の場所の手ですよ。で、これがもし4拍まで作ってしまうと、例えば次美しい、8拍で美しい手を作るとしたら、ここまで使って、場所の手を4拍ギリギリまで使ってしまうと、次をパッと動かしてしまう。で、ましてその1拍目でその移動中の遅れが出てしまうというふうなことが起こってしまいます。ですので、こうパッと見えたり、まだ到着、手が到着してなかったりするので、そういう動きをフラは切らんので、この最後の1拍、ここを次へ移動させて準備させる拍だというふうにとっておきます。まず、2拍で作る手はバンブーの手を例に挙げたいと思います。このバンブーの手、この手ですね。で、この手が、正しくは 1,2,1,2,1,2,1 このように動かしていきます。で、これがもし2拍丸まま使ってしまったら、1,2,1,2,1 の時に手を動かさないとしょうがないですよね。ですので、この最後の2拍目を移動のカウントに置いておくということはとても大切になります。では、今から4カウントを使って作るハンドモーションを、場所の手で説明したいと思います。場所の手は、4カウントで作るとしたら、3までで作ってしまって、最後の4拍目は次の手と移動させるカウントにします。1,2,3 で割って4交代、1,2,3、4交代、1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3。これが綺麗な動かし方です。もし4カウント全部使ってしまったら、こういう大きい手の移動の場合は特に目立ちやすいんですが、1拍目で移動しないと仕方がないので、非常に動きが、慌ただしくもなりますし、全員で揃えることも難しくなってきます。1,2,3,4 まで持ってきたとしたら、次の1で変えないといけないので、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。
このようにあのなります。ですので4カウントまでは使わないでください。では8拍で作るハンドモーションの代表的な例として美しい手を挙げたいと思います。これは7拍で美しいを作ってやって8拍目で次の手へ移動させる。で1拍目はもうすでに到着した状態にいるというのが理想的な上げ方です。3、はい、1、2、3、4、5、6、7で8で上げて1は一番高いところですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。こうすると説得力もありますし、全員揃えることも容易になります。では今から悪い例、8拍いっぱい使ってしまって1拍目が遅れてしまうというような例をしたいと思います。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。上げる時も、のんべんだらりんとしてますし、ちょっといつ到着するのかはっきりしないというのもありますよね。今日は手のカウントについて説明しました。ありがとうございました。